はい今日はマスメディアと世論マスメディアと世論について学習しましょうはいたくさんの人が国民がいますよねみんな大人の人ですから、えー、政治についいいいいててろろね考えを持っていると思います、ね、例えば心の中なんですよね衆議院選挙があるねとかいろんな選挙に関しては人々はいろいろ考えてます中には行きたくないとか面倒くさいなって人もいます。 さあそれから、えー、給料が少ないとか、えー、政治に関してですね政治や経済に関して意見を持っている人もいます。ね、みんな心の中のことですから、えー、外にはね見えてこないんですよ。ね、見えてこないけどこれを世論って言います、えー。世論って読むこともあるんですね。私は世論っって教わったので えこの、えー、と文章を読むときも時々世論って言ってしまいますが世論でも世論でもどちらでもいいようです。人々の心の心中ににああ、る気持ちが世論とということになります。さあだけどね、えー、とお互いに情報交換をしなければどういう考えを持っているかは他人には分かりません。はい、これはですねさっきの選挙に行くかどうかをグラフに表したものですね。 必ず行く人が一番多いいみたいですねそれからえー、と「衆議院選挙で重視する政策課題は何か?ね」一番は経済財政の問題です。ね。このようにこれはね NHK が調査をしたんですね。はい、NHK のようなテレビ局とか新聞,局新聞社などをマスメディアと言います。 ね、世論というのはいつもあるし、いつも変化しているんですけど、それを目に見える形にするのは、えっ、ー、とマスメディアの一つの仕事だと思います。ね、またマスメディアでなければ、多くの人からアンケートを聞いたりすることはできないと思います。ね、はい、そこで、えっ、ー、とこれが世論調査ということだね。これで、えー、今の世論がどうなっているかが、えー、知ることができるわけですね。さあ。 今言ったように、マスメディアは世論を形作る力を持っています。が。いろいろね、問題点があるんですね。うん。テレビで言ってるから本当だろうとか、新聞に書いてあるから正しいんだろうと思うとですね。えっ、ー、と、うん、必ずそうでもないこともあるんですよ。まずですね。いろんな事柄の中から、まあ、あのテレビ局なり新聞社が。 まず内容を選んでいるわけですよね選ばれなかったものもあるんです、ね、それから、えー、人々はです、ね、さっき言ったみたいにテレビに映っているから新聞で言っているからというふうに、えー、マスメディアが選んだ情報を重要な問題ではないかなという考える傾向があるんですよ、ね、それからマスメディアの取り上げ方で人々の受け,こ受け止め方が、ね、違ってきてしまいます、ね、同じことを取り上げても 良い面を取り上げた報道や悪い面を取り上げた報道があれば、人々はその事柄について違う印象を持つと思いますね。はい。ええー、と、マスメディアにね、よってね、考え方も違うので、選び方や取り上げ方、それからですね、マスメディア各社の意見というのもあるんですよね。この新聞はこういう角度から物事を捉えることが多い。このテレビ局はこっちの方向から見ていることが多い。 ね、これは悪いことではないんですよいろんないくつかの新聞社があって別々の方向から物事を見てるいるのはいいことです昔日露戦争というのがあって新聞もみんな戦争に賛成していたなんていうのが教科書に載っていましたねえ、みんなが同じ意見になってしまうというのは間違いを招きやすいですね日露戦争はどうにか勝てたんですが、えー、第二次世界大戦に参加する太平洋戦争 アメリカと戦争を始める時も新聞はみんなね,、えー、っとね勝てるようなことを書いていたんですねだから中には反対するメディアがあってもよかったんじゃないかと思うのでこれは別に悪いことではないです、ね、だけどどの新聞でも同じだと思うのは間違いです、ね。後で不正確だったと明らかになることがあるそういうこともあります。 または最近はネットで情報を得る人は多くなりましたけどみんなご存知の通りネットには嘘だとか、ねえー、とふざけたものとかで特に裏付けもなくて自分の聞いたことを本当のことであるかとのように、ね、書いている情報も多い,、ねはい。前情報のとこでも勉強しましたがリテラシー、ね、メディアリテラシーが必要です。えー、いくつかのの、えー、メディアの 情報を複数比べたり、また自分の経験や、えっ、ー、と。学習したことをもとに、えっ、ー、と、おかしいなと思ったら、詳しく調べたりして。えっ、ー、と、正しく、ね、情報を捉えることが、大切になってくる、ということになります。ネットでは、特にそうだと思いますね。はい、それでは、次の学習に、行きます。はい、選挙の課題と、私たちの政治参加、ということですね。 ポスターですね、今月の31日に衆議院議員選挙があるんです、ね、総選挙があるんです、ねえー。わざわざこんなポスターが書かれるということはです、ね、実は、えー、選挙の課題の一つは、投票率が下が下ってきてきいいるととうことですね、えー、つまり逆に言うと、えー、選挙に行かない、棄権する人が増えているということが分かります。ねえー、見ると え、九十、一九九十年代ぐらいから、えっ、ー、と、投票率が下がって、つまり、選挙に行かない人が増えていて、今はもう、衆議院も参議院も50、五十パーセント前後になって、半分ぐらいの人がしか行っていない、という状況になっていますね。うん、いろんな理由があるんですよね。まあ、もちろん、めんどくさいとかですね。自分が一人ぐらい行ったからといって、大して変わらないやっていう意見もあると思います。で、ね、それから、昔みたいに、えー、古臭いっていうか。 悪く言えば古臭いよく言えば規律正しかった日本の国民もだんだん自分の自由を尊重するようになって個々人の考えを尊重するようになってききたたくないい人が増えて,きたっていう面もありますあとですね90年頃というとですねそれまで55年体制といって自由民主党と日本社会党が、まあ、ガチンコで、えー、と争っていたて、ね。そうすると、ね、人々は、えーと 資本主義自由主義を選ぶか社会主義を選ぶかというんで結構ですね分かりやすかったんですね戦い方がね正反対な感じがしてそれで自分の考えを投票したくて投票率が上がったという考えもあります。冷戦が終わってしまうと今は社会主主義義や共産主義を 実現しようというはっきり言う政党はほとんどなくなってしまってですね多くの政党が資本主義の中でこう微妙な違いを主張しているようにかつての55年体制の頃から見ると見えるんですねそういうこともと投票率の低下につながっていると思います主催する側の努力としてはですねここにあるようにえと期日前投票その日じゃなくても投票に行けるんだよ または昔よりも選挙に行く投票の時間も増えていますね長くなっていますそんなことが言えますね、えー、テストに出るときにはまた自分の考えでねどのようにしたら投票率が上がるようになるかななんていう質問が出る可能性もあります何かいいアイデアありますか、ねえー、例えばですね、えー、オーストラリアが非常に投票率がいいんですけどもオーストラリアは選挙に行かないと 罰金を取られる罰則があるんですね、まあ、強制的なので、えー、投票率が高い、まあ、でもそれも、えー、投票率を増やす一つの手段ではありますまたは行くのが面倒くさいってことであれば自宅でネットで投票できるようにしたりスマホからでも投票できるようにすれば遊び,に行って遊びに行った先で投票することも可能ということになりますね、えー、そんなアイデアもいいんじゃないでしょうか、ね、あとは、えー、とここにグラフでわかるように 年配のの人人よりりも若いいい方がが投票率が低いとということになります、ね、皆さんももうすぐ投票する年齢になりますので、えー、自分の若い感覚できちんと自分の意見を、ね、政治に反映させてもらいたいなと思います。ねえー、っとあの若い人の力をなめてはいけない、ねえー、っと思わせるようないい投票率を残してくれるといいなと思います。ね、はい、えー。次の問題ですが このグラフはすごく分かりにくいグラフなんですよね。えっ、ー、とですね、これ何かというとですね、小選挙区衆議院の小選挙区の議員1人に対して有権者が何人いるかと。選挙区によって人口が多い選挙区と少ない選挙区があるんですよ。一番少ない宮城5区、これはね、え、2015年の資料ですけどもを元にすると、ね、えっ、ー、と一番多い東京一区は 2.17倍となってしまうということになりますねこれは、ね、分かりにくいので別の表現をしていますね、えー、と宮城、福島、鳥取など、まあ、はっきり言うと,、えー、と農村部になりますそして、えー、東京が多かったりしてですね都市部、ね、一般に、えー、と農村部はどんどん人口が減少している地域が多く都市部は増えているところが多いです したがって選挙を区割りをしてなるべく平等に作ったけれどもだんだん人口が増えてくるまたはだんだん人口が減ってくる、ね、例えばさっきの宮城5区と東京1区を比べた場合東京1区の方がグラフが長いんですね東京1区の有権者と宮城5区の有権者どっちが得かというとなんかこのグラフを見ると東京1区の方が得なのかなってそんなことはないんですよね。 議員は人人しかいないなののにたくさんの人が投票する宮城は少ないので自分の意見が実は宮城5区の方が議員を通じて国会に届きやすいと考える、ね、違うらしかとすれば、えー、と宮城5区で1票分だけど東京1区ではその半分ぐらいしか自分の意見が通らないこれは大げさな絵ですけどもこういう見方をすることもできると思います。 ねえこのようにえっ、ー、とあの一票には格差があるんですねはいじゃあさっきの投票率が低下していることと一票に格差があることが大きな問題だということになりますねえっ、ー、と最高裁判所の方で、えー、ここにあるように2.17倍となってます、ね、2倍を超えたら2倍を超えたらば、えー、これは憲法違反違憲であるという判決が下りましたなのでこの 区割りは変更されて多分1.98ぐらいに修正されて次の選挙を行われましたがもう今年2021年には、えー、宮城国区ではなくてその2つ、えー、左側の鳥取区が、えー、日本で一番一人の有権者に対する、えー、有権者が一人の、えー、と議員に対する有権者が少なくなり、えー、と東京などの多くの区が もうねたくさん複数の区がですね2倍を超えるような数値になっていますだからまたこれから区割りを見直さなければならないということになると思いますさあじゃあこういう2つの問題点があるということを理解しましょうそしてねえっ、ー、とこれからまた少しずつ習っていきますが選挙に行く以外にも例えば自分が立候補するとかねそれから、えー、と選挙活動を手伝うとかまたは、えー、先ほど 世論調査というのがありましたが世論調査に協力する、ね、それから、えー、とネットで自分の政治に対する考えを真面目にね訴えたり討論したりするなど、えー、と政このあ、えー、とこの、ね、内閣の勉強それから、うん、裁判所それから地方自治の勉強などをすると政治参加の方法がいろいろ分かってきます。 ね、えー、とあのー、まあ多くの人が選挙だけが政治への参加これはね、まあ、あの一番分かりやすいし一番大切なものなのでいいんですがいろいろな方法があるということを覚えておいて、えー、場合によっては、えー、と自分もそういった方法で政治に参加することも考えてみましょう。それでは今日の学習はこれで終わりにします。